こちらなね、三田園さんが、慎吾さんがこの家に、部屋に水ばらまいたり、家の中で線香花火をやってたの覚えてるって。覚えてるよ。金吉さんに聞いたよ。うん。うちのね、父親が亡くなったじゃない。そうするともう何も怖いもんないじゃない。建てたばっかりのうちでね、水をまいてたんだって。あとはね、線香花火、畳新しいのにね、子供たちの遊び場になってたわけ。うちは新築した時にね、うん、おじいちゃんがいる時はそういうことなかった。おじいちゃんいなくなって、私は調整館で働いてたから誰もいないじゃない。そうするとやっぱり子供のね遊び場になってたんだって。線香、これね、金吉さん言ってたよ。あのね、女性ちゃんが見れば本当に、ね、あの涙が出てね、怒りたくなるだろうって。子供たちの遊び場になって、中で新しい畳の上で花火あげてたよって聞きました、金吉さんに。うん、そうだよ、三田園さんの言う通り。うん、知ってるよ。水撒いたんだってね、うちの中にね、うん、帰ってきた時もそうだよ。早く帰ってきたらさ、便所にジョール、便所にね、ホースで水撒いてたよ。だから、なんていうの、クロスが水に濡れると、ちょっとまくれちゃうよね。なんでそんなことをするんかなと思ってね。うん、悲しくなるよ。ね。うん、よく知ってるね、三田園さん。うん、金吉さんが見てたよ。教えてくれたよ、私に。うん、静江さんが、せっかくの新築が、そうですよね、静江さんね。やっぱりね、苦労してお金ね、あの雨漏りのうちでね、住んで、親がね、こうしてってくれたうちをね、そんな粗末にしちゃどうしようもないね。おじいもそうだよ、あの当時、すごかったよ。切りつけたがんね、ドアを刀で。まだ切りつけた跡あるよ。ね、一生忘れないよ、私。自分で立ったうちでもないのに包丁で切りつけて、あのすごいよ傷が、うん、あとは蹴飛ばすん、こういうとこすごいよ、うん、こんなもんしかいねえんだいね、うん。